はい、こんにちは、ドライバーチャンネルです。今回も藤友さんと動画をお届けしていきます。よろしくお願いします。今日のお車何でしょうか？はい、フォルクスワーゲンのアルテオンです。はい、マイナーチェンジですね。そうですね、はい、いかがでしょうかこの感じ。はい、まあ、アルテオンといったらとてもスタイリッシュな、まあ、セダン、まあ、ファストバックと、うん、あと今回シューティングブレークと呼ばれるワゴンタイプのモデルが新たに登場したということで、そうですね、はい、すごく注目されているモデルです。で、まあ、何が変わったのかっていう意味で見ていくと、はい、このフロント周りご覧ください、はい、まあ、フォルクスワーゲンの新しい、これエンブレムですね。エンブレム新しいですね。新しい、はい、はい、でここのねグリルの部分が以前はここが4本あったんだっけ。そうですね、4本あったのが3本になったって言いましたね。そう、下の方は、はい、でプラス、まあ、このライトのとこからつながるクロームのライン、はい、これが、左右がつながる形で、うん、より低くワイドなイメージになった感じかな。ですね、なんかいっぱいものすごいメッキの、はい、これすごいですね。ねえ、うん、メッキの総面積結構ありますよね。これ6本ありますからね。結構すごいですよね。すごいですね。でサイドはですね、またもうまたここもすごいね。まあこの辺はねちょっとサテンメッキっぽい鈍いツヤの明るい感じの光沢が出てるんですけど、ここもそうだね、はい、でまあこの窓枠を囲っているラインもこのスタイリッシュなちょっとクーペライクなフォルムを強調しているアイテムの一つですよね。そうですね。あと下の方にもメッキがあって、下にもメッキがある。まあ全体的に重心が低く見えるような、うん、なんかそんな工夫を感じます。ですね。で見て見て、それでねこのホイールも、はいはい、あ、そうよ、ホイール、そうホイールで今日はこれ、うん、アルテオン TSI フォーモーションエレガンスという6,246,000円のモデルなんですけど、ですね、はい、20インチのホイールがついています。20インチです。切削格闘ですね。中央に、まあ、センターキャップとしてフォルクスワーゲンのマークもあると入ってます。で、あとねこのモデルが攻めたデザインだなと思うのが、はい、見てサッシュレス。へえ。これって開口部を確保しながら、うん、結構このスタイリッシュなルーフラインを持つモデルがこういう手法を使ったりするんですけど、そうですよね、ね、最近こういう車ありますよね、うんうん、まあ、大概色気を出そうとしている車がこういう感じになってる。本当にそう。で、あとねすごいのがねここ見て、ここ薄いでしょ。すごいねここは、ね、このフェンダーアーチから普通は、うん、ボンネットが開くこのラインってさもうちょっと上にあるじゃない。そうですね。でもねこれここギリギリのところでね開くんだって。フロントフードがちょっと後であのフロントフードを開けてみましょうか。そう、はい、でもここまでねデザインされてんの。そうだね。ここから見てこんなピチッとしたねプレスラインがね、このラインがね、これすごい技術ですよね。うん、もう逆反りしてるみたいに見えますもんね。もうね、ねここもこうね一回くぼんで、うんうん、ヒュッて出てヒュッとなってね。そうね。でなんかそのこの辺のやっぱりシャープに見えるスタイリングの一つの特徴ですよね。ですね。あとここも綺麗ね、ルーフね、こういうねレーザー溶接されてるのかな。あ、そうかそうか。あ、本当だ。ねえ。わあ。ゴムのパッキンみたいなやつ入ってないもんね。ないね。すごい綺麗。で、ああいうシャークフィンアンテナが黒いです。さりげなく出ております。お尻。お尻。あ、これ IQ ライトなんだよね。そうですね。ね、まあパサートから採用されてましたけど。はいはいはい。やっぱ先進的よね。そうね。じゃあつけるよ。はい。わお。どう？激しい。激しい。これ今ブレーキ踏んでる。ウィンカーどうですか。ウィンカーはね、どう、流れてます。流れてんの、はい、へえ。すごいね、やっぱりかっこいい。これ絶対やっぱさ夜見た方がかっこいい車ですよね、うん、そうですね、ねえ、うん、街中で見たら相当インパクトあるだろうな。このまた下のメッキが。ここ入ってるね。メッキ先生ですよ。もうやっぱり低重心に見せたいんでしょうね。すごい。あとここにもアルテオンって名前がここに中央に入ってるあたりも、はい、まあ、最新のフォルクスワーゲンらしい手法ですね。そうですね。じゃじゃーん、はい、おーでかい。ボンネットがでかい。まあこのね開く場所が結構外側にそうここが、ね、あるから、なんてどう表現したらいいですかね。なんかさこんなに大きいフロントフードなかなかないよね。すごいですね。なんか大きい貝がパカッとこう開いたみたいな ね2枚貝が開きましたみたいな、ね、でもまあメンテナンス性もね良さそうな感じもするし、うんうん、
まあ、エンジンが相対的に小さく見えますね。小さく見える ね。昔だったらこんな立派な車だったら、うん、もっと大きいエンジン乗せたくなったとこだと思うけど、時代ですね。ね、まあ、でもフォルクスワーゲンはダウンサイジングターボを作るのうまいから、そうですね、小排気量でもすごくパワフルに走れると、うんうん、すごい。では内装を見てみましょうか。はい。どうですかこのインテリア。おしゃれ。これね、ちょっと表現できてるかわかんないんですけど、うん、この木目がいい感じなんですよね。ねえ、ここのね、面積も絶妙ですよね。そうそうそう。このフロントのところからサイドのドアのところまでつながってるの、うん、そうそうそう。まあラウンドまでしてなくて直線的なのはちょっとドイツ車っぽいけど。そうでね、うん、でもなんかね、ここもちゃんとステッチ入りの、うん、ちょっとなんだろう、これグレーだけどちょっとブラウンがかった温かみのある色の。そうですね、ソフトパッド、ソフトパッドですね。ソフトパッドですよね。でステッチも入ってて、うんうん、すごいこのパネル類とメッキ、それからこういうモニター類との、ね、融合感がちゃんとなんか気持ちいい感じですね。これね、そうですよね。うん、見て、はい、これね、パサートでも採用されてるこのタッチ式の、タッチ式ね、ね、スライダーがついた。スライダーでもできるし、ポンポンポンと押してっても大丈夫です、ね。あ、本当だ、できる、ね、うん。シートヒーターもついてるね。ですね。もうみんななんかタッチパネル式ですごいな。本当ですよ、もう。風量も変えられるんだ。そうですね。そして、まあ、このメーターね。ね、液晶メーター採用されてますね。はい。で、これをやると、あ、見て、マップも出るようになってる。ですね。ね、すごいな、このこのスイッチ関係も、スイッチ関係すごいですね。まあ、でも手応えがあるんですよね、多分ね。そう、なんかコキンコキンってね、動かしてる実感があるの。コキンコキン、コキンコキンしてる。へえ。縮尺も変わる。もちろんね、アダプティブクルーズコントロールとかのスイッチも、うん、ですね、こっちについてますね。ね、はい、というわけでインパネはいろいろやらせてもらったんで、次シートいきましょう、はい、シートね、見て、はい、これすごいおしゃれでしょう。これ基本的には全部レザーシートになってて、うん、はい、結構いい感じの革です。ですね、ね、うん、結構大ぶりですね。そうですね、うん、でもちゃんとなんかこのね、コンビネーションしていることでなんかおしゃれ感は演出されてます。では後席行ってみましょうか。はい、じゃあ乗ってみます。はい、うん、こうやっていくと、あ、うん、サッシュレスだから開口部自体は、うん、ルーフが結構傾斜してるけど、はい、そこまで乗りにくいわけじゃない。ここが結構広いですね。なるほど。ここにもハーマンカードンのオーディオがね、ちゃんと入ってますね。入ってますね。で、まあ、ここは、まあ、こんな感じになってかなり高いですね。垣根はありますね。4駆って、まあ、訪問症だし。そうですね、4駆ですから ね。吹き出し口があるし、うんうん、シートヒーターもついてますね。じゃん。お、あ、AC100V の電源が。この辺はやっぱパサードと一緒ですね。ああ、そういうことか。そうですね、シガーソケットと USB のタイプ C も一つついてます。ついてますね。はい、あとね、これ。あ、はいはいはい。はい。なんか3つあるけど、真ん中はちっちゃいっていうね。なんかこれ前喋りましたね。そう。あ、何でしたっけ。栄養剤、栄養剤。栄養剤入るから、そうですね。そうそう。ですね。でも背もたれ高くて、しっかり支えてくれるタイプです、うん。膝元も相当広いじゃないですか。ねえ、すっごい広いよね。これ足組めちゃう系ですね。あ、余裕で組めるんじゃない。わお。広い。なるほど。ワルテオンといえば、実は荷室なんですよ。荷室です。はい。で、まあ、あの足をこうやっても開くんですけど、はい、ここをこうやって引いても開くようになってます。ですね。電動開閉式になっていて、見て、すっごい立派な、ね、ダンパーがついてるの。で、まあね、これね、このトノカバーもついてるんだけど、はい、これ実は60対40の分割葛藤式の後部座席になっていて、シートアレンジもできるんですよ。よし。で、見て、これ広いでしょ、ここ。広い。ね、これ荷物乗せやすそうですね。いかようにも乗せられそうな、ね、本当。ゴルフバッグもいけるかな。いけますね、これ。ゴルフバッグ普通にもうだって縦に詰めちゃうんじゃないですか ね。もしかしたら短めだったらいけるかもしれない、ね、うん。そして藤友さん、はい、シート倒してみてください。あれ、これないの。そうなんですよ、さっき見たらなんで普通に藤友さんこっちに後ろから、うん、普通はね、ここからなんか開けられるけど距離があるもんね。結構広いですから届かないよね。まあこっからやるのか、そしたら。そういうことです。あ、ここについてる。あ、こういうことね。そういうことですね。で、これ両方倒せますと。両方倒せます、うん。まあそう考えるとちょっと座り心地を重視してるから段差はあるんだけど。うん、そうですね。ね、奥行きすごいですね。うん、これはね、広いですよ。ね、まあこれを考えたら相当な荷物が詰めんじゃないかな。そうそうそう。で、あとトランクスルーもついてるから。はい。両側に大人2人が座った状態で、
スノボの板とかね。ですね。いろいろ四駆だからそういうとこも行けそうだし。行けますよね。ねえ。このシート荷室下どうなってますか？荷室下。荷室の下はじゃじゃーん。あ、オーディオのアンプかなんか入ってるかな。これサブウーハーが入ってますね。サブウーハーか。そうですね。ああ、なるほどね。しかし四駆なのに床下もちゃんとあってすごいですね。ねえ、本当ですよね。ね。こうざっと見てみると、はい、まあ600万オーバーなんで、うん、そんな安い車じゃないんですけど、はい、装備関係を考えるとどうですか？割といいコスパしてますよね。そうですよね、うん、まあ、結構華やかで色気のあるモデルに仕上がっているし、うん、まあ、こういう目を引くとてもおしゃれな新色も用意されていたりするしです、ね、あと安全装備も充実していたりするから、うん、ある意味価格以上に高く見える車かもしれないですね。ちょっと人とは違う選択肢として、うん、車を選びたい人にはおすすめできるモデルかもしれないですね。こちらがシューティングブレーク、まあ、いわゆるワゴンですね。ワゴンタイプ。ちなみに藤友さんどうですか、はい、このなんかすごい綺麗よね。ね、まあ、あのあっちのなんだろう、ファストバックの方も、はい、ここをこういう綺麗なラインで描いてたけど、うんうんうん、ワゴンモデルでここまで色っぽく、ね、テールまで、ね、後ろから見るとさ、うん、すごいなんかあの女性の優しいこう体のカーブみたいな。なるほど。こんな感じのイメージじゃない？ここまでスタイリッシュなワゴン、まあシューティングブレーク、まあワゴンないですよね、なかなかね。低く感じるもんな、ね、すごい。すごいな。やっぱりこっから後ろがあれですね。違う感じ。ですね。ね。うん。ファイブドアと。結構オーバーハンブ、今時の車としては長いですね。長いですよね。ね。でもサイズ的には変わらないって言ってましたよね。うんうん、そう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 、変わらないんですよ、ほとんど。その、なんだろう。全幅全長？そうそうそう、ね、そこはうまくやってますよね。ね、いいじゃん。力あるね。しかもいい音しない？なんかいい音しますね。走りについてもこだわり派を納得させる出来栄えだと思いますね。ですね。